ソララボビーをご覧の皆さん、武道屋義人です。こんにちは。ソララボミニを担当する講師見習いのマー君です。よろしくお願いします。新キャラだね。ソララボミニネオです。マー君です。これからあの僕が授業を一応やるんですけれども、助手講師見習いのマー君が手伝ってくれるので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ1回目、ね、何やるか発表していきたいと思います。1回目は、まあ、簡単にね、そうですね、よく飛ぶ紙飛行機、はい、行ってみたいと思います。ミニチャレンジっていうのは、うん、講師見習いの僕マー君が室屋さんからこういう課題でお題を出されて、それを皆さんと一緒にチャレンジしていく。そうですね、ですね。あ、ソララボ、ソララボって分かんないよね。あ、そうですね。ソララボの説明をちょっとしておきたいと思うんですけど、ソララボってのは我々が行っている、ね、子ども向けの航空教室です。小学校3年生から中学校2年生まで約5ヶ月ぐらいかけて自分たちで決めたプロジェクトを成し遂げていくと。で、最終5回目、全部で5回やるんですけどね、5回目に発表会を行うというプロジェクトで、まあこれ5ヶ月ぐらいかかってね、メンバーも結構限られてくるので、今回はオンラインということで、約1週間でね、解決できそうな、達成できそうな目標を掲げてみんなでチャレンジしていこうというのが、このソララボミニです。なので、はい。で、まず今回の課題が、はい、お願いしますか。そうですね、はい、今回できるだけ長い時間飛ぶ紙飛行機、これでいきたいと思います。で、これにいくつか村井さんから条件が当てられるんですよね。そうですね、今回は、まあ、みんなねステイホームということでお家にいましょう習慣ですから、うん、室内で飛ばせる紙飛行機、室内でいきたいと思います、はい、そして紙飛行機なんです。紙、紙だけ、紙ですね、紙だけ使ってください、はいはい。で、これね、例えばのりでつけたり、ね、はいはい、ホチキス止めたり、セロハンテープで止めたりするのはダメ、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 なし、うん、いきましょう。室内で紙を使って、はい、紙なら何でもいいんですか。紙なら何でもいい。どんな例えばより強く作る段ボールで作ったりしても、うん、のりとかテープを使わなければ、そうそう、OK、今回ちょっと、持ってきたのちょっと見てみましょう。書道の薄い紙とか、ダンボール、ペットボトル、はい、ダンボールでも、これ障子紙で、はい、こういうのもあるし、ティッシュでもいいし、紙なら何でも OK です。紙なら何でも OK です。そして最後、飛ばすのは手で投げると。手で投げる、はい、あ、例えばゴムでピュンとか飛ばすのはもうなし。はい、行きたいと思います、はい。で、このチャレンジをみんな、まあ、家でやってもらって、うん、携帯電話とかで動画を撮影をしてほしいんですよね。それをみんなで投稿してみんなで見たいと思ってます。その投稿方法はちょっとマグマから、はい、説明してください。これは次の放送が来週金曜日4月5月1日ですね。5月1日にあるので4月29日水曜までに投稿をお願いします。で、投稿方法は Twitter、Instagram、Facebook にハッシュタグソララボミニチャレンジ、ハッシュタグソララボミニチャレンジですね、これを必ずつけること。で、もう2つ目が皆さん公開投稿で投稿してください。この2つしてもらえればマー君と村屋さんで皆さんの動画をチェックして来週の発表の時に皆さんが投稿してくれる動画をこちらで紹介していきたいと思います。じゃあお待ちしてます。よろしく。